メインの自由レース京都府産卵特別 A1 A2 混合2400メートルは平場で開催されるのは初めてです。スターター台上です。通常年に一度だけ6個杯の時に開催される2400メートル戦、2400メートル重賞以外では初めて施行されます。頭数8頭、ババを2周余りする一戦、長丁場のレース、ジョッキーたちの腕比べ駆け引きなどどうぞご注目ください。コスモバーズ入ります。マコトタリスマンも収まりました。最後に8番パイロスター、ゲートに向かっていきます。収まりました。2400メートル戦スタートしました。揃った飛び出しです。スッと2番マコトタリスマン先手を奪います。パイロスターを押していきます。先頭に並びかけていって、間から4番のクールファンタジーと前は3頭、その後ろに控えました3番マイフォルテ4番手、7番のノブタイザンが5番手です。5番オーエフォーチュンがその後ろ、1番エイシンレーザーが後ろから2番手、最後方に6番コスモバーズ正面を通過します。あと2周します。1番の先頭は2番のマコトタリスマン、スーッと抜けていきました。リードは3馬身ぐらいです。田中学の騎乗です。2コーナーのカーブ、そして2番手に4番のクールファンタジーがつけています。2馬身差、8番パイロスターが3番手、さらに4馬身ほど空いて3番のマイフォルテ4番手の内側、7番のノブタイザン外並んでいきます。5番のオエフォーチュンと並んで1番エイシンレーザーその内側です。少し離れまして6番コスモバーズ、縦長の展開で3コーナーのカーブを迎えています。2番マコトタリスマン、今日も逃げの手を打って出ました。リード4馬身ぐらい、田中学の騎乗、2番手スーッと下原差を詰めていきます。4番クールファンタジー、3番手3馬身差で8番パイロスターのカモミヤです。この3頭が少しずつ固まるような格好となって、これから正面スタンド前です。その後ろは 3,4 馬身切れました。7番のノブタイザン外、インコースに3番のマイフォルテ、1番エイシンレーザーもすっと差を詰めて、5番オーエフォーチュン外並んでいきます。6番コスモバーズ最後方、ダンペースが落ち着いて馬群が凝縮、前から最後方までは8馬身ぐらいの間隔となって、もう一度正面を通過しました。あと1周です。2番マコトタリスマン先頭キープ、3馬身ほどのリードを保っています。2番手変わらず4番のクールファンタジー、3番手も8番パイロスター、ここへ並んできたのが3番のマイフォルテ、インコースから差を詰めました。2番手3頭、1番のエイシンレーザーが5番手、この2番手グループに加わります。その後ろやや後退7番ノブタイザン、インコースから5番のオーエフォーチンと並んでくる6番のクール、コスモバーズ、コスモバーズも並んでいきます。最後方に7番ノブタイザンとなりました。ピッチが上がって先頭2番のマコトタリスマン、リードが5馬身ぐらい、3番のマイフォルテが単独2番手に押し上げていきます。離れまして3番手に8番パイロスター、そして1番のエイシンレーザーが4番手、今3番手に上がっていく1番エイシンレーザー、捕まえに行く3番マイフォルテがぐんぐん2番のマコトタリスマンに迫る。しかし2番マコトタリスマン粘ってくる。3番のマイフォルテ、マイフォルテが外から届くかどうか。その後ろ1番エイシンレーザーと8番のパイロスター、さらにはインコース6番コスモワーズ、3番手争い、3番マイフォルテが前を捉えた。ゴリ3番マイフォルテ、2着2番マコトタリスマン、3着離れて1番エイシンレーザー、3番のマイフォルテが前を捉え切りました。これで3連勝、ディープインパクトの3区、3番マイフォルテ、長丁場 2400m、 六甲杯では敗れていましたが、ここでは平場の 2400m 戦、見事上がり勝負をきっちり前捉え切りました。3番のマイフォルテ、大山騎手の騎乗です。田中一向厩舎の管理馬、田中一向厩舎今日2勝目、今週は3日間で、おととい2勝、昨日1勝で、これで今週5勝目ということになります。京都府産卵特別 2400m、 3番マイフォルテが最後の最後、2番のマコトタリスマンを捉え切りました。長丁場での末足見事に発揮して、マイフォルテ6勝敗2度敗れてはいますが、ここで改めて6勝敗、
勝利へ名乗りを上げることになります。1番エイシンレーザー3着、8番パイロスター4着でした。5着に5番6番のコスモバーズ、上位は3番2番1番の順です。第10競争の京都府産卵特別 2400m の長丁場、勝ったのは3番マイフォルテでした。確定までもうしばらくお待ちください。差を詰めて5番